んこんにちは。ここはいつものポポンデッタ、近鉄阿部のハルカス店です。走らせているのは、EF81、鶴ヶ所属機が牽引する、24系24型、寝台特急日本海号。客車は、こちらの日本海号用の基本セットに、バラで手に入れたお羽1両を加えた8両。実際の日本海号では、もうちょっと長い編成だったと思いますが、このタイプの客車の試乗在庫がなく、ずっと短い編成で妥協していました。この長さなら、急行からの格上げが他の系統より遅れたり、わずか8年で名称が消滅してしまったりした、上野発、上越線、羽越線系統の寝台特急、上海号や出羽号ならちょうどいいです。しかし日本海号や、ED75 をせっかく用意したユーズル号やあけぼの号にするには、やっぱりフル編成にしたいですよね。今回は、そんな中発売された商品、そして、梅田の墓地で見つけた、新しい特急列車編成の紹介です。ナンバー98846、24系24型特急寝台客車セット。2024年にリメイクされた24系24型は、国鉄末期のユーズル号の編成を再現する製品となりました。今回導入したのは、その造結セットです。入っていた車両は、お羽F24型が2両、お羽24型が4両の計6両です。今回、これに単品で発売されたナンバー9540、カニ24と合わせた7両での導入です。ただし、ウレタンは機関車のケースを一緒に収めることを想定し、客車6両分しか入れられない仕様になっていたので、最大編成が6両で、これ以上造結車を買い足す見込みのない、ナンバー98450、水星号用14系15型客車とウレタンをそっくり交換、紙を含めた7両を収めることにします。車両の整備は、トレインマークの貼り付けです。今回使用するトレインマークは、カニ24に付属のもの。日本海セットと合わせて2両になったカニ24には、それぞれ出羽号とあけぼの号を貼り付けます。4両あるお羽F24 のうち、2両分は日本海号が印刷済み。造結セットに入っていた残りのお羽F24 には、事前に購入しておいたテールライト基板の組み込みも同時に行い、1両にユーズル号のテールマークを貼り付けました。シールがそもそもこの3列車分しかなく、上海号だけどうしても手に入れられないのがとても残念です。今回紹介するもう1編成は、先述の通り梅田の墓地で、なぜか袋詰めセットで置かれていたこちらの2セット。ナンバー98750と98751、JR 西日本が北陸地区の速達化と高速化に向けて、新型車両が完成するまでの期間用に準備したスーパー特急の一つ、スーパーライト号の10両です。ハイグレード製品で、M13 モーターを搭載した車両が両方のセットに入っているためか、この10両を定価で揃えると、なんと47,900円かかるところ、中古品だったこともあり、支払い金額は32,000円。なんと3分の2の値段で手に入れることができました。各車両を簡単に見ていきましょう。この列車の象徴とも言えるパノラマグリーン車は、サハ481から改造した車両。2号車は、サシ481から改造したロビースペースのあるグリーン車。今では考えられないグリーン車2両という豪華な編成構成でもあります。これに電動車ユニットが2組続きます。6号車のモハ484にモーターを搭載。7号車は、分割併合に対応したクハ481の200番台で、貫通扉を開いた状態のパーツが購入時から取り付けられていました。このパーツは、トレインマークをはめ込むところに代わりにはめ込むため、着脱が可能ですが、いちいち特急シンボルマークを取り付けるのが面倒くさそうです。付属編成は3両。8号車は、初期に七尾線直通に使用されるために改造された、貫通型先頭電動車。9号車のモハ484もモーター搭載。10号車は、安定の非貫通電気カマスタイルの先頭車です。この2編成を、今回はフル編成を組んで、自宅に敷いたデスクトップレイアウトで走らせてみましょう。
まずは、基本編成、付属編成それぞれの動作を確認。それぞれ走行は良好であることを確認した後、いよいよ重量編成での運転です。24系24型12両編成も ET75 の牽引で走らせていきましょう。紙が最後尾になると、あけぼの号となります。編成を逆向きにして、続けて走行させます。お羽F24が最後尾になると、この列車はユーズル号となります。ET75 の方は、エンドを交換するだけで、両方の列車を牽引できるようにしています。今回はこの辺で、この夏新たに導入した車両の紹介を終わる。ちょー止まったー。おい、ユーズルやスーパーライチョーはいいとしてだな。ところどころ見切れていた貨物列車、あらー一体何なんだ。それも導入したのなら、ちゃんと紹介しろってんだぜ。あ、はい、大変申し訳ありませんでした。実は前回の貨物列車の動画の収録以降にも、貨車が増えていたことを自白いたします。まずはこちらのコンテナ2両の編成。トミックス、ナンバー8741、古希25万型貨車。こちらには現在、袋詰め品でポポンデッタの棚にかかっていた土砂運搬用のコンテナ2種類5個を乗せています。二つ目は、こちらの黒い貨車たち。加工のセメント用の滝1900と、トラ5万、5000。トラの方は、ユーズル号の造結と同時に購入したものです。三つ目は、かつては貨車といえばこれと言えるくらいに大量に存在したワム8と、液化塩素を運ぶ黄色いタッチ。どちらもポポンデッタの棚にかかっていた品です。EF15 とこの貨車の構成は、かつて阪和線、西本線貨物に実在したそうです。四つ目は、こちらの古希5万の2両。これもポポンデッタの棚にかかっていたもの。追加で購入した UT1 型タンクコンテナと、余っていた 18D 型コンテナを乗せてみました。また動画はありませんが、予約していた製品を含め、古希100系列が6両も、そして日本橋のポポンデッタで見つけるなどして、こんなコンテナまで増えています。最後は、この他の車両の走行風景を背景にして、今後の車両導入予定を一つ。冬にリメイクされる予定のトミックス、キハ58。ウプ主は現在、キハ58型をモーターのあるものないものそれぞれ1両、パノラミックウィンドウ団地向けのキハ28型3000番台、同じ仕様のキハ65、そして寒冷地向けのキロ28型2500番台をそれぞれ1両保有しています。これにキハ58を数量買い足す予定です。これでどのような急行の編成を組めるか、試案しているところです。この仕様だと何両買い足すとこんな編成が組めますよ、というおすすめがあれば、コメントでご教示いただきたく思います。現在走行させている321系などは、この夏東京へ持って行った車両です。
321系の方、ジャムの折、平井鉄道さんのレイアウトで走行させていただきました。平井さん、ありがとうございました。といったところで今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。それでは、ごきげんよう。